すいません。本日お時間いただきましてありがとうございます。バーテンダー2021で、先ほど中村から、機能について紹介させていただいた通りなんですけれども、プリントポータルとライブラリアンと、ライセンスの冗長化のところの機能が大きく改善されています。で、本日はプリントポータルと、一部ライブラリアンですね。ちょっとプリントポータルとライブラリアンが結構新しく、統合されて働く部分もありますので、そこの一部、ご紹介させていただこうと思っております。今日はまず、プリントポータルとは、そもそも、何なのか。バーテンダー、2016から、それ以前からも同様の、ウェブアプリケーションはあるんですけれども、改めて、プリントポータルとはどういったものができるのか。で、次が、ニュープリントポータルユーザーインターフェース。新しいプリントポータルの、画面周りの、変更点ですね、ご紹介したいと思います。あとは、フォルダーの参照の設定、このユーレイアウト、グループ、ソート、サーチ、検索と、並び順、ラベルの検索と並べの、ラベルの、並び順についてご紹介したいと思います。インターネットプリンティングアンザ、クライアントプリントサービスということで、こちらは今までクライアントプリントサービスというのが、バーテンダー2019までは、実質なかなか完全に使えているとは、言えない部分があったんですけれども、ここがだいぶ大きく改善されてきて、お客様に、ご紹介しやすいようになっております。あと、プリントポータルのセキュリティの設定のところについて、ご紹介いたします。最後に、ライブラリアンのドキュメントとプリントポータルの組み合わせ。そもそもライブラリアンは何なのかっていうところと、プリントポータル組み合わせると、どういったことができるのかというのをご紹介いたします。それでは、今日は実際にですね、プリントポータルを、よいしょ、使うところからいきたい。起動して実際に、プリントポータルの画面をご覧になっていただいて、案内させていただきたいと思います。まず、プリントポータルなんですけれども、インストールされてないお客様っていうのがいらっしゃるかと思います。バーテンダー2021、もしくはバーテンダー2019の場合は、バーテンダー2019のフォルダをクリックすると、こちらにインストールされてると、プリントポータルっていうのが入っています。で、こちらの、項目が入ってないお客様ですね。少々お待ちください。で、入ってないお客さんというのはインストールするときにですね、ストーラーのダウンロード、インストールテーションですね。バーテンダーのインストーラーダウンロードしていただきまして、皆さんこういった画面からインストールしていくと思います。で、このインストールの詳細オプションのところで、バーテンダー、もしくはライセンスサーバーという、こっち側のこの、真ん中を選択していない場合っていうのは、プリントポータル入ってません。基本真ん中をセレクトしていただいて、印刷していただければ、インストールしていただければ、プリントポータルが、プログラム一覧の中に入ってきます。で、プリントポータルの起動方法なんですけれども、スタートから、バーテンダー2021、プリントポータル。こちらクリックしていただくと、プリントポータルの画面が開きます。今、私は1台の自分のパソコン上で、起動し、クライアントとサーバー、同じマシンの中で起動しているようなイメージになります。で、ローカルホストというところですね。ここが、もしクライアントが実際にどこか、サーバー、お客さんが立てた Windows のサーバーの中にプリントポータルがインストールしてあって、そこにアクセスする場合は、そこの IP アドレス、もしくはこの URL の部分を、サーバーにアクセスする URL の部分を、を登録していただきます。こちらで、今閉じさせていただいて、ここに、このアドレスですね。お客さんのサーバーにアクセスするための、お客さんのサーバーという、プリントポータルを構築したサーバーにアクセスするための URL を入れていただきます。そうすると、プリントポータルの画面が開くようになっています。
で、今日はこのプリントポータル、まずどういったものなのかという、このホームの画面ですね。今、テンプレートっていうフォルダが開いています。で、テンプレートの中にまた、複数のフォルダがあります。このフォルダの中に各種バーテンダーのラベルファイルを、保存している状態になります。ウェブサーバーの、ディレクトリの中、バーテンダーのプリントポータルがサーバーの特定のフォルダの中にある、バーテンダーのラベルファイルを参照するような感じですね。例えば、このオートモーティブとかをクリックしていただくと、この中に、またさらに階層があって、細かくちょっと分かれてるんですけれども、ラベルがこのような形で入っています。で、よいしょ。アイコンとかですと、アイコンで細かくやる、ビューの、ラベルのビューが見れるような形ですね。ここで一覧表示にするか、ビューが見れるような状態にするか。もうちょっとラベルが入っているフォルダーとかもあるかと思いますので、こっちの方がわかりやすいですね。ビューの表示で見れるものと、ラベルのビューが見れるものと、詳細の表示っていった感じですね。で、こういった形で、クライアントサイトには、バーテンダーを全くインストールする必要なく、サーバー、バーテンダーのラベルファイル、バーテンダーのプリントポータルがインストールされているサーバーにアクセスして、ラベルを印刷することができるというのが、ウェブプリントポータルになります。で、バーテンダー2019までなんですけれども、印刷することができるのが、基本的にサーバーですね。バーテンダーのプリントポータルがインストールされているサーバーに設定されたプリンター、サーバーにインストールされた Windows のプリンタードライバーに対して印刷するという形でしたので、クライアントとサーバーが離れている。プリンターは、サーバー上にインストールして、クライアントの人が印刷を実行しました。実行したクライアントからそのプリンターに実際印刷物を取りに行けるような範囲のところに印刷が出るような感じになるので、サーバー上とちょっと離れているのにサーバーの方にクライアントに印刷したいドライバーをインストールしてあげて、サーバーからクライアントサイドの、プリンター使い、ご利用しているプリンターの IP アドレス宛に印刷をかけるっていう形だったんですけれども、バーテンダー2021に関しましては、サーバーにプリンタードライバーがなくても、クライアントの方にインストールされているプリンターに対して印刷ができるっていうところが大きな、メリットになっております。実際印刷するときにその辺また改めてご紹介したいと思います。少々お待ちください。次がですね、管理設定、プリントポータルの管理設定ですね、右上のところのこちらをクリックしていただけます。で、今、テンプレートっていうフォルダーとライブラリアンっていうフォルダー、ライブラリアンが設定されています。で、ここに、細か、あの、いくつでも、あの、ルートフォルダー追加していくことができます。このプラスですね、マイナスすれば消していきますし、このドキュメントっていうのをどこのルートに設定しようかなというのは、ここで、テンプレート。今ちょっとラベルファイル入れてるのが少ないんですけれども、こちらテンプレート、このトップを設定してあるんですけれども、もう直接、GHS のフォルダーを選択していただいて、いただくと GHS のフォルダーが追加されます。で、ここで注意していただきたいのが、保存を必ず押してください。保存を押さないとですね、こっちの画面に戻った時に、この GHS のフォルダー入ってない状態になります。ここで GHS をやると、いきなり GHS のフォルダーが参照できる。これトップのテンプレートの中に GHS のフォルダーがありまして、同じものを見ている状態になります。そうですね、こちらのグループ化っていうところ、ラベルを追加、フォルダーからいくつかのフォルダー追加していただいて、たくさん入ってくると、ラベル探すのがちょっと大変になってくるかと思います。こんな時にですね、テンプレートってなっていても、このグループ化とか、このフィールドで並び順とか、この辺が設定できるようになってます。試しに先ほどの GHS のフォルダーを検索します。と GHS のラベルがこのような形で出てきます。もちろん、もっとこちらで言うと500とかまでやっていけば、さらに絞り込みができるようになっています。
まあ、グループ化で、まあ、作者とかカテゴリーとかタグとかっていうのが、まあ、あるんですけれども、まあ、タグでくくっていけば、テンプレートの方がいいですね。こちらの方でタグでくくっていくと、まあ、その項目ごとに分かれた、状態のものでリストされるようになります。このタグとかカテゴリーとか作者とかっていうのは、こちらの製品とか、ここの項目で絞り込むような、グループ化する項目なんですけれども、ここどこのものを引っ張ってくるかっていうと、バーテンダーのラベルファイルですね。ここでファイルから、ドキュメントのオプション。で、情報ですね。ここでカテゴリーですとか、作者とかですね。入力して保存していただいたものが、入力して保存していただいて指定のフォルダに入っている、ここからグループ化されるような形になります。これ分かれちゃってるからですね。いい例が。作者とかの方がいいかな。まあ、これで今、ちょっと同じ作者しかいないんですけれども、シーガル VM っていう形で絞り込まれている作者と、まあ、作成日でグループ化されているというような形で絞り込んでいくことができます。ここが、まあ、ホームの画面の機能になります。フォルダは、任意のフォルダをここから随時追加したり削ったりという形ですね。で、クライアント印刷。これは、もう今私すでにチェック入れてしまってるんですけれども、サーバーサイドのプリンタードライバーに対して印刷するのではなく、サーバー側に、全然存在していない、サーバー側のコントロールパネルのプリンターの中に、ドライバーリストに全く存在してないモデルのプリンターがクライアントの方に、インストールされていても、そのクライアントのプリンターに対して印刷ができる。ですので、クライアントの方で、新しいプリンターを、インストールする、設置した場合っていうのは、サーバー側の方に何も設定しないで、クライアントの方のプリンターに対して印刷ができるっていうのが、バーテンダー2021のプリントポータルの大きな改善点になっています。ここにチェックを入れていただいて、保存していただくと、クライアントの印刷ができるような形になります。で、実際、印刷するとどんな感じになるかと言いますと、それにプリンターに合わせて、よし。この GM1724C っていうのを、こちらにシーガル EE っていうプリンターに対して、クライアントのプリンターに対して印刷するっていう。どうやってみようと思います。で、こちらシーガル EE っていうのが入ってるんですけれども、よいしょと。これは、シーガル EE、今、サーバー側の方が設定されてました。クライアント側の方、今、私のパソコン上で、サーバーとクライアント両方を動かしているような感じになるので、このコンピューター上っていうのはクライアントですね。サーバー上っていうのが、まあ、同じプリンターになるんですけれども、サーバー上。実際は、サーバーの方に入っていないモデルであっても、クライアント側のプリンターに印刷することができます。設定して、プレビューが表示されました。これで印刷すると、
データ入力フォームが出るようなラベルでしたので、データ入力フォームが表示されます。で、データ入力フォームが、このウェブ、えー、プリント、ウェブプリントポータルで使えるのが一つの、メリットなのかなと思います。実際、ウェブシステム、このラベルをクリックして、こういった入力する画面の部分を、バーテンダーのウェブプリントポータル使わないで作るってなると、そのラベル自体をかなり開発しなければいけない。ウェブブラウザを通して見れるような形で開発しなければいけないんですけれども、このバーテンダーのウェブプリントポータルで使う、バーテンダーのラベルというのは、別にウェブプリントポータル専用に新たに作り直す必要はなく、普通にクライアントのパソコン上で、作成して、プリントポーター使わないでバーテンダーデザイナー開いて印刷する、バーテンダーデザイナーのラベルと全く同じものでいいので、ウェブプリントポータル用に新たにラベルを作り直すっていう必要は全くないです。ここで入力、データを入力していただいて印刷とします。で、データが、こちらに印刷されて、印刷ジョブが正常に完了しました。これがもう、この操作というのが、全くバーテンダーがインストールされてない、パソコンから実行できるというメリットが、ございます。で、今もう、私設定事前にやっておいたので、もう印刷するってやったらですね、クライアントの、プリンタードライバーが見れるようになっていたんですけれども、実際初めてですね、クライアントの、お客さんが、バーテンダーのサーバー立てて、そこに初めて一度もアクセス、サーバーに一度もアクセスしたことがないクライアントが実行するときというのは、ちょっと一部ですね、サービスをインストールする画面が表示されます。こんな画面ですね。初回インストール時のみ、このクライアントの方に印刷するには、クライアントプリントサービスがインストールされてませんという、こういうのが出てきますので、このインストールのボタンを押していただくと、この完了するとプリンターのところに、クライアントサイドのプリンターがリストされるようになっています。ここはまあクライアント印刷のところですね。ここにチェック入れていただいて、保存してしていただいて、印刷しようとすると、こういった印刷の時にクライアントプリンティングを有効にして初めての時は、サービスインストールしてくださいねっていうのが出てきます。次が、詳細ですね。詳細のところはですね、この認証の有効化っていう、こちらですね、入れていただきますと、プリントポータルにアクセスしたときに、Windows のログオンパスワード、ユーザーのパスワードの、が求められます。で、それを入れていただいたら、プリントポータルが立ち上がるっていうふうになります。こちらにチェック入れて。で、管理、ページに開くにパスワードが必要ですっていうのは、この画面ですね。この管理設定、クリックしたときにパスワードを求められるっていうものになります。こちらちょっと一番最後にご紹介しようと思います。実際の動きの方はご紹介させていただきます。で、次がですね、ブランディング。バーテンダー2000、これも21の、新機能になります。バーテンダー2016とか19とかで、ウェブプリントポータルの機能をご利用いただくお客様から、このアイコンとか、カラーとか、ちょっと会社、その会社向けのデザインに変えたいと。で、そのデザイン変えることっていうのは、こういったもうパッケージの何もしないで、もうすぐにご利用いただけますよっていうような、プリントポータルの中には、このブランドのアイコンを変えるとか、色を変えるっていうのはなかったので、このウェブプリントポータルの、プログラミングコードが、まあ、入って、を提供しているウェブプリンティングサービスっていうのがあったんですけれども、そちらの方でお客さんがコードを変えて、プログラミングして開発していく。まあ、ひな型は一応あるけれども、開発のスキルがないとこういったとこ変えられなかったんですけれども、ここのブランドのロゴを変えられます。今ですね、この
プリントポータルのアイコンなんですけれども、バーテンダーのロゴに変えてみます。今、弊社のコーポレートカラーのこのブルーになってるんですけれども、フォルダーが、背景色。背景色とかもちょっとわかりやすく派手なのにしてみましょうか。こんな感じで、色を変えれます。ね、ボルダーは何しましょう。ちょっと黒とかにしてみたりして、ちょっと色の違いが分かるように。黄色とか、こんな感じで変えて、ボタンの色が赤になったりとか変わってますね。そうすると、今、色設定したところがこう変わってくる感じになります。このロゴが変わってたりですとか、ちょっとホームの画面に戻ると、こうフォルダクリックした時のこの黒に色が変わってたりですとか、こういったところを変えられるっていう設定ですね。ちょっと見づらいので元に戻そうと思います。規定値にリセットってやると、元の状態に戻ります。で、ここでもまた保存ですね。これ保存を押さないと、反映されませんので、ご注意ください。動画ですね。少々お待ちください。今回ですね、このバージョン2021の、プリントポータルで、今までサーバーからのみだったのが、クライアントからの印刷も可能になったということでですね、実際には、実際の事例としては、医療現場でですね、看護師さんが自分の、腰についている、モバイルプリントにですね、ウェブサーバー経由でダイレクトに印刷したりですとか、あと、倉庫業務ですね、倉庫の方で、倉庫の棚卸ですとか、業務をしている方たちが、近くにある、モバイルプリントにウェブサーバー経由で、プリントしたりとかっていうのが、かなり柔軟にできるようになりましたので、そういったニーズのあるお客さんに幅広く使っていただける機能だと思います。ありがとうございます。最後にですね、ライブラリアンと、プリントポータルを組み合わせた機能の一部ご紹介させていただきたいと思います。で、他にもちょっとプリントポータルとライブラリアンを組み合わせた、機能というのはあるんですけれども、それは、次回の、ライブラリアンのところでご紹介させていただきたいと思います。で、まず、ライブラリアンがちょっとそもそも何なのかっていうところをご紹介させていただきます。近いと思います。スタートからバーテンダー2021、クリックしていただきますと、ライブラリアンというアイコンがありますので、こちら起動していただき、起動いたします。で、今ですね、この、ライブラリっていうところに、バーテンダーのラベルファイル、まあ、複数入れています。まあ、この、今、ルートのフォルダに入れているんですけれども、まあ、新しいフォルダ作って、この下の方に、ラベルファイルを、新たに追加することもできます。で、このライブラリアンっていうのが、その、まあ、ラベルファイルを、一元管理する、ツールになっています。まあ、バーテンダーインストールしますと、デフォルトでは、何もしないでやると、バーテンダーシステムデータベースが、まあ、インストールされます。で、ライブラリアンとかプリントポータルをご利用になられないお客様は、SQL サーバーのインストールのチェックを外してくださいねっていうのを、先ほど冒頭でご紹介させていただきましたインストールマニュアルの中に記述してあるんですけれども、システムデータベースインストールしますと、まあ、ログの管理、ログを一元管理したりですとか、こういったラベルファイルをですね、システムデータベースの中に、SQL サーバーの中に格納することができます。で、それをバックアップすることによって、ログだったりですとか、ラベルファイル。まあ、これラベルファイル以外にも、ラベルファイルと紐づく CSV ファイルだったりですとか、Excel のファイル、その他のファイルなんかも、登録することができます。
ここにまとめて登録しておいて、システムデータベースバックアップして何かあったときはそれを戻すというようなやり方ですね。で、あと一つ、今日ご紹介させていただきたいのがですね、ここにバージョン3とかってあるんですけれども、このバージョンというのは何なのかなっていうもの、何なのかなと言いますと、このバージョン1っていうのは今回初めてライブラリアにラベルを登録しました。で、これを、ユーザーが編集かけて保存すると、バージョン2になります。もう一回、バージョン2からやはりバージョン2は嫌だよっていうことで、戻したいっていうときですね、こちらバージョン2、バージョン1ってあるんですけれども、ここで、バージョンを戻すというのが、ロールバックってやっていただきますと、リビジョン1にロールバックするよっていうことで、私が作ったラベルを誰かが勝手に変えてしまって、それは誤ったラベルだから戻したい。でもどこをどう変えたかもちょっとよくわからないけれど、変な動きしてるなっていうときに、もうリビジョン1にロールバックしますってやると、リビジョン1にロールバックされます。で、リビジョン自体は、アップするような形になって、リビジョンは3にはなります。で、リビジョン1からロールバックされたものですよっていうのはここでわかるようになっています。で、こういったリビジョン管理ができるのが、まあ、ライブラリアの一つの機能になります。で、これとバーテンダーのプリントポータル、組み合わせると、どういうことができるのかというところで、ご紹介させていただきます。ライブラリアンで、今日準備しといたのはこれだから。で、今、ライブラリアンの中の、ラベルがずらーっとで表示されている状態です。ちょっと私クリックしてしまったんで、印刷の画面が上がってくる状態になると思うんですけれど、ちょっとキャンセルします。ここですね。実際にちょっといくつかラベルがあるんですけれども、今回この AIAGB3 のラベルに注目していただきたいと思います。で、ここで右側のボタンをクリックしていただきますと、リビジョンの履歴っていうのがあります。で、ここからどういう履歴があるのかなっていうのが、あ、これ3バージョン目なんだなっていうのがわかります。ここでさらにですね、リビジョンの画像表示ってやると、バージョン1の画像はこれですよ。バージョン2の画像はこれですよ。っていうような感じで見れます。で、バージョン3。ま、今回すごいわかりやすいので、そんなに比較する必要もないかなと思うんですけど、バージョン3とバージョン2。何が違うのかなって言ったときに、現在のラベルを選択。で、まあ、ここを選択していただきまして、リビジョンの比較っていうのは、このリビジョンとバージョン1を比較しますよってやります。そうすると、何が違うのかなっていうと、まあ、比較中ので、こことここを見ていただいて、差分がこう赤く表示されます。今回分かりやすく右下を、まあ、削除してあるので、ここの赤い部分が差分ですよっていうのが出るので、何を変えたのかっていうのが、後から簡単に分かるようになってるっていうのが、このプリントポータルとライブラリアン組み合わせたところの機能の一つです。この要望は、そんなにたくさん、頻繁にいただく要望ではないんですけれども、こういったラベルの比較がしたいっていう要望は、私も、お電話を受けたりしながらいただくことはこれまであったんですけれども、それが、エンタープライズエディションのプリントポータルとライブラリアン組み合わせると、こういったことができるようになっています。で、あと、ここも、コメントですね。バージョン2からバージョン3にしたときにコメントをつけるようなことができます。右下を削除したのがバージョン3だよって、バージョン3を削除して保存するときにコメントを入れてるんで、こういったコメントを見ることができます。こういったことが、可能になっています。リビジョンを、まあ、ロールバックしたりとかもここからもできると。で、これがバーテンダーとプリントポータルを組み合わ、プリントポータルと、ライブラリアンを組み合わせた、機能の一つのメリットになります。次回、ライブラリアのところで、もう一つ組み合わせのところで紹介させていただくのが、まあ、ワークフローというところの機能について、プリントポータルとライブラリアンを組み合わせたワークフローの機能についてご紹介させていただきます。で、あと冒頭ですね、ちょっと管理設定のところで、詳細のところですね、ここの動きのところをちょっと省略させていただいたんですけれども、今入れさせていただきます。認証の有効化にチェックを入れました。で、管理ページを開きますね。パスワードを入れて保存します。
そうすると、プリントポーターにアクセスしたときに、ここでユーザー名とパスワードを求められるようになるので、ユーザー名、ユーザー名とパスワードを入れていただいて、サインインと。で、今度は、ここで求められているのは管理者のページの入るときのパスワードですね。先ほど。で、もう管理ページに入っている状態です。で、この一回管理から出て、おそらくここに行って、管理設定に行くと、またパスワードを求められると。管理設定に入るときには必ずパスワードを求められる。管理設定のパスワードっていうのが下の方ですね。で、認証の有効化の方が先ほど私が Windows のログインパスワードをしたところの設定になっています。で、ここまでが、本日ご紹介したかった、バーテンダープリントポータルの、機能になっています。で、プリントポータルの機能、これだけかっていうと、それだけではなく、次回の、ライブラリアンと組み合わせたところで、また、ご紹介させていただきます。で、あとは本日の、私からのご紹介は以上になります。本日はありがとうございました。